神プロ、1998年神プロ7号、柿原雅人選手のインタビューです。今回が第6話になります。はい、第6話ですか？第6話。だ、5話目ですね。5話ですね。はい、はい、ごめんなさい。もうよろしいですか？で、行きましょうか。はい、聞き手が俗に言うプロレスをやろうかなって思ったことってあります？と聞くと、カッキーがないって言ったら嘘になりますね、うん、ただ自分が今まで学んできたことが新日本とか全日本とかに入って果たしてやっていけるのかなっていう部分では不安ですよね、うん、で、聞き手が僕は柿原さんだったらいけるかなって思ってたんですよ、うん、長州さんも一時絶賛してたじゃないですか、カッキーがちょっと待ってください、はい、そうですねと、はいはい、長州さんが絶賛してた記憶あります？元気あるな的な感じです、ね、うん、そうですね、あ、はい、もうまさにその通りだと思います、うん、はい、これは長州イズムですかね、このタオルを頭に巻いてるというのは。いや長州イズムじゃないと思います。違いますよね、はい、柿原イズムだと思います。ただ UWF の選手って、うん、こう頭をこうタオルに巻くっていうイメージがあまりないんですけどね。ああ、うん、そうですね、やっぱ長州さんかなこれ。いやー、わからないですね。わからないですね。どうなんでしょうかね。そうですよね、はい、うん、で、まあ、長州さんに褒められたと、うん、で聞き手が褒められて悪い気はしませんよねと聞くと、うん、カッキーが、うん、まあそうですけど、うん、でもね、ぶっちゃけた話、 UWF ってプロレスではないっていうスタンスで来てたじゃないですか、うん、だからプロレスラーって言われると抵抗を感じたりとかしてたんですよ、うん、なんかプロレスって言葉がすごく嫌だった時期もあったんです、うん、今思えばすごく傲慢だったと思うんですけど、うん、でも迷いがあっちゃいけないと思うんですよ、うんうん、僕らはどこを切ったってプロレスラーだし、今はもうプロレスラーだって思ってます、うん、で聞き手が、でプロレスラーとしてどういう道を歩いていこうかというのはと聞くと、うん、カッキーが道はこれから切り開きますよ、うん、で聞き手が、田村さんとか福家さんとはそういう話はするんですかと聞くと、うん、カッキーがいや仕事の話はしないです、うん、3人なら3人とも意見が分かれるわけじゃないですか、うん、確かに他の2人の意見も正しいと思うけど自分の意見も正しいと思うし、うん、そこでね2人の意見を聞いちゃうと、余計に自分が迷っちゃうんじゃないかと、うん、迷わずやりたいですね、うん、で聞き手が強いコアが欲しいっていうことですか、うん、と聞くとカッキーが欲しいですね、うん、だからそれが何なのかなっていうと、まだ自分が最終的に目指すものに出会ってないから、うん、いろんなものを見てるのかもしれないんです、うん、これから絞り込んでいくと思うんです、うん、聞き手が U インターが崩壊した時田村選手や福家選手から誘いってありました、うん、カッキーがそれとなくありましたよ。これ、うん、インタビューは僕と福家を よく話題に出しますね、まあ、それはほぼ同期だからじゃないですか。同期だけどここまで話題に触れます、うん、いや話題にされたくないんですか。いやいやそんなことね、なんでかな。まあちょっと読んでいきましょうか。いいですか、うん、まあ言わんとしてることは分かりますけど、うんうんうん、で、聞き手が福家選手が戦おうとリング上で柿原さんに呼びかけてましたね。え、カッキー、まあ一緒に汗を流したメンバーですからね、まあ、こういった流れもあったんじゃないですかね、はい、で聞き手が聞いた時はどうでしたというと、うん、カッキーがやっぱり温かいものを感じましたね、うん、ピンチの時に声をかけてくれるっていうのはありがたいなと思いましたね、うんうんうん、で聞き手が3人にしかわからない世界ってあると思うんですよ絶対、うん、いくらリングスとパンクラスが揉めてるって言っても、うん、カッキーがそうですよね、やっぱ見てて寂しいですね、うんうんうん、これはまあリングスとパンクラスの構想のことを言ってると思うんですけども、うんうんうん、はい、で聞き手が UWF を愛するがゆえにというと、うん、カッキーがそうなんですよ、みんな大好きな先輩ですしね、うん、僕は全然悪く思ったりはしないですね、はいはいはい、ただそういうメンバーが紙面上でいがみ合ってるのを見るとやめてほしいなっていうか、うん、喧嘩をやめてって感じですね。はい、これざっくり説明すると、うん、新生 UWF で同じ釜の飯を食った、はい、先輩たちが、はい、リングスとパンクラスに分かれて、うん、お互いがいがみ合ってる、うん、はい、はい、よろしいですか。喧嘩をやめて、はい、はい、喧嘩をやめてって感じですね。で聞き手がところで柿原さんが思うかっこいいものって何ですか、うん、うん、
もう続けちゃっていいですか、はい、はい、大丈夫です、カッキーがかっこいいものと聞き返すと、うん、聞き手が UWF ってかっこいいでしょと言うと、カッキーがかっこいいと思いますね、うん、で聞き手が、尾崎豊が好きなんですよねと聞くと、カッキーが好きですね、何ですか今回のテーマはかっこいいものですか、うん、で、聞き手が違いますと、うん、柿原さんが何を理想にして何を目指すのかってことです、うんうん、でカッキーがやっぱり自分自身が一番かっこよくなりたいわけじゃないですか、うん、その中で揺るぎない心一本バーンと芯を持って絶対的なものを作りたいですね、うん、柿原雅人という最高なるオリジナルを作って、僕が何をやろうが人が何を言おうが揺るぎないものをきっちり築いていくというね、うんうんうん、で聞き手が逆に意の中の蛙になりがちの世界ではありますけどね、うん、というとカッキーがただ僕はいろいろ経験してきてるじゃないですか、極端な話意の中の蛙じゃなくても僕のオリジナルってできるじゃないですか、でプロレスと格闘技があってその中間ぐらいで両方をものすごくいい形でやれたとしたら、そういう人が今はいないじゃないですか、うん、一時プロ格とか言ってましたけど、あれもどっちか比重が偏るじゃないですか、そうじゃなくてプロレスと格闘技がいいバランスで保てるレスラーになったらいいと、うん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 、で聞き手がそれで肩書きはプロレスラーだったらめちゃくちゃかっこいいですね、うん、というとカッキーが、うん、それがかっこいい柿原雅人じゃないかな、そのために努力していきたいなと、うん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 、っていう感じですね、うんうん、はい、プロレスと格闘技の中間で両方をすごくいい形でやりたい、うんうん、まあ、この当時はまだまだそういう選手、今2020年21年になるとそういうプロレスと格闘技、はい、まあ、二刀流の方いらっしゃいますけど、この1997年、うん、8年頃っていうのはまだね両方できる選手っていうのはそこまでいなかったですよね、うん、そうですね、ですからでもなんて言うんでしょう、この時代もありますけど、うん、プロレスと格闘技の中間っていうのが何を指してるかということですよね、うん、プロレスと格闘技の中間で両方をすごくいい形でやりたい、うんうんうん、だからこれ U スタイルってことを指してるのか、うん、とプロレスと格闘技を行ったり来たりっていうことを指してるのか、あ、うん、ここの部分ワードは柿原選手の理想の形のことを思考を喋ってるんですけど、す、ね、はい、当時1997年プロレスと格闘技を両方やるって選手っていうのはあまり少なかったように感じるんですけど、はい、いなかったかな97年、うん、その今タムちゃんが言ってるのは、うん、本職がプロレスで総合格闘技のリングに出ていく選手が少なかったという意味ですか、うん、難しい質問ですね、プロレスラーが、うん、いわゆるバイトゥールうん、とか総合格闘技の試合に出ていって、うん、結構敗戦を続けてた時期でもあると思うんですよ、うん、この時期は。なるほどね、うん、そういうことか、はい、はいはいはい、両方両方活躍してるイメージの選手、うん、そうですね、だから、はい、アレクサンダー大塚とか、うん、はまだこのインタビューの時期には名前は出てないですけど、出てないですか、はい、出てないですね、はい、で桜庭選手もまだドーンと出てる時ではないので、だからこその発言かもしれないですけどね、だからカッキーもこの枠に入れる選手じゃないですかね、うん、プロレスとか格闘技があって、でその両方行ってて、うん、で自分の自身の理想は、うん、プロレスと格闘技があってその中間ぐらい両方をものすごくいい形でやれたらなっていうふうに言ってる、確かにそれがこう理想っていうね、時期もあったと思うんですよ、ファンも含めてですね、うん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 、ただまあ今もうこうタモちゃんも言うように時代が流れていくと、うん、もうくっきりこう分かれてくるじゃないですか、うんうんうん、まあ、一時プライドっていうリングでプロレスと格闘技がすごくいい形で融合した時期はありますけども、うんうん、はいはいはい、まあ、今はプロレスはプロレス、格闘技は格闘技、うんうん、違うジャンルとして、うん、お互いが伸びていくという形になってますよね、うんうんうん、だからカッキーはカッキーでやっぱりこの時は本当に悩んでたというか、いや悩んでましたね、うん、この
この後柿原選手って、全日本に行くんでしたっけ。そうですね、あとノアにも行きましたよね。全日本ノアの流れですよね、はいはい、全日本は高山選手の先ですよね。そうですね、はい、だその後を追った形になると想像するんですけど、はい、だから97年のもう3月には、うん、高山選手は全日本に上がってるので、このインタビュー、各期のインタビューは11月じゃないですか、でもその後、キングダムが解散してから、そこから全日本のリングに上がるようになるので、あの高山選手って、はい、キングダムの試合で、あ、出てますよ。印象残ってます？あ、印象残ってますね。残ってますか？はい、あ、札幌以外ですよ。札幌の折原戦以外で。あ、よく覚えてますね。そんな話をしたことを。ぶち切れたってやつですね。はいはいはい、はい、うん。それ以外で、ああ、それを言われるとね、そんなに印象残ってないかもしれないですね。あのね、僕ごめんなさい。うん、ここカッキーの話題ですけど、高山選手の話題にちょっと触れさせてもらうんですけど、はい、高山選手は全日本っていう、まあ、全日本に参戦して、そこで、あ、僕はこっちだっていうふうに、うんうん、自分で目標なりをもう見つけたんじゃないかなと思うんですね。はいはいはい。で、おそらくですけど、他策にしても金原にしても僕はこっちだと、はいはい、こっちの格闘技賞が強い路線で行こうと、はいはい、で、カッキー自身は、あ、高山選手は全日本の方に、で後輩2人は格闘技職強い方に行くんだな、うん、じゃあ俺、僕はどうしよう、うんうんうん、っていうところが、もしかしたら、うん、分かりやすいですね、はい、本当の悩みどころかもしれないです。あ、これ答え出ましたね、うん、勝手に答え出しましたけど、いやいや、うん、それはねそうだと思いますね、うん、第3話のカッキーの苦悩の答えが 出ましたね、まあ、2021年のカッキーに聞いたら違うって言われるかもしれないですけど、うん、でもだからこそですね、はい、この写真のキャプションにも書いてあるんですけど、うん、UWF の仲間である田村ふけと会うときはバカ話ばかりしているという、うん、仕事の話はせずにバカ話ばかりしていると、はいはいはい、まあ、でもそういうものですよね、うんうん、まあ、改めて説明すると、僕とふけ柿原選手は新生 UWF で、まあ、唯一デビューした3人、はい、サンバガラス、はい、で、フケ選手と、あ、サンバガ？サンバガラス。サンバガラス。はい、フケと柿原は同期で、うん、僕が1個先輩で1人。はい、で、計3人ですね。はい、ただまあ、ある意味、その新生 U のこう、苦を共にした、うん、はいはい。楽はあんまなかったんで。ああ、楽はない。はい。喜怒哀楽の楽はない。うん。でもまあ、この3人しかわからない。うん、と思いますね。っていうのはありますよね、やっぱり、うん、ありますね、うん、で、まあ、高山選手が居場所をね、うん、例えば全日本に見つけたとしたら、うん、やはり高山選手はあれだけのタッパもあるし、ガタイもあるし、うんうん、そこに向いてると思うんですよ、うんうんうん、で、ガタイ的に活気もそんなに大きい方じゃないですよね、うん、そうですね、うん、で、オープンフィンガーグローブをつけてアルティメット寄りのルールになったキングダムの中では、うん、戦績が振るわなくなってると、うんうんうん、確かにその自分のポジションというか居場所、うんうん、どこにあるんだっていう悩みはやっぱりあったでしょうね。あれ、高山選手の方がカッキーより先輩になるわけですよね。あれ、カッキーの方が先輩か、そうか、はい、カッキーは89年か、高山選手が旧 UWF に入門してたら先輩だけれどもっていうことですよね。はい、はい、だ、後輩、そうですよ、高山選手の存在もあったかもしれないですね。確かにそうですね、佐久金原だけではなくて、カッキーの後輩で金原、桜庭、高山、はい、この3人がまあそれぞれ活躍する、はい、それぞれポジションを得ようとしている段階でカッキーの苦悩があったっていうことですね。で、まだこの当時はプロレスと格闘技の中間で両方をすごくいい形でやりたいという理想はあったと、うんうん、いうことですね。そうですね、うん、まあちょっとやっぱカッキーのこういう懐かしさを思い出しますね、うん、あのフケ選手はフケ選手の、まあ、思い出もあるんですけど、はい、カッキーは新生 U と U インターと結構長いな、そうですね、7年ぐらいの、うん、
武道館でメインを張った2人ですからね、ユーインター時代は。そうですね、うん、まあ武道館をメインっていうか、その僕らが勝ち取ったメインじゃないですからね。うん、その若手を育てて、はい、育てようっていう、ユーインターのやっぱりプッシュバックが、ユーインターの旗揚げ戦でも戦った2人でもありますしね。よく覚えてますね。骨折しましたよね。下肢骨折です。はい。まあ、ちょっとその話するとまた長くなると思う。ここはまた別の機会にしたいと思います。はい。じゃあ、はい、第5話目もちょっとなんとなく重、はい、重苦しい空気が。そうですか。苦しいですか。なんとなくね、いや、うん、僕が勝手に思ってる感じで、カッキーのこの、カッキーの苦悩が分かるがゆえに、うんうん、なるほど。なんとなくわしづかみできるような気持ちなんで。でもその中で、うん、タムちゃんとカッキーって、うん、まあ、体格的にもちょっと似てるし、はい、まあ、年は3つぐらい違うんですよね、うん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 、でもタムちゃんってもうその時からもうずっと U スタイルをやるって決めてたじゃないですか、はい、うん、それはやっぱりすごいですよね。あ、やっと僕を褒めてくれましたか、うん、いやいつも褒めてますよ。いや褒めてないですよ。言葉に出さないだけで、はい、なるほど、うん、もう軸というか、うん、このインタビューの中に出てくるコアっていうのは持ってたわけですよね、うん、タムちゃんはブレーズに。もっといいですよ、持ってきて。本当に嬉しそうな感じで。もっと攻めていいですよ。もうやめます。じゃあ、こんな感じで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。はい。